袴田事件の最新初公判は午後5時前に閉廷しその後検察と弁護団双方による記者会見が行われています弁護団の会見は先ほど午後5時半前に行われましてその時に始まってから現在も続いているんですが私冒頭の15分ほど出席してきましたですがまずは、えー、袴田さんの代わりに裁判に出席して法廷で弟に真の自由をと訴えた姉の秀子さん

検察の冒頭陳述などは従前の確定判決の息を出ないこちらの疑問に答えず万全と立証をしている形で憤りを感じるとコメントしていました一方で検察側は我々は我々の立証を進めていくというふうに話しています